今回は、久々にレトロ PC の紹介です。NEC の PC98 シリーズの互換、エプソンの PC486SE という機種です。NEC の PC98 シリーズは、80年代から90年代にかけて、日本独自の規格で一番普及したパソコンのことです。今回紹介前に、あまりにも黄ばんでいたので、漂白処理をしました。背面はこんな感じです。端子がたくさん並んでいます。拡張スロットのカードは、筐体を開けなくても取り付けができます。この機種は、かなり小型なタイプで、縦置きも可能でした。まだ、いろんなパーツが、大きいので、ぎっしり詰まっています。ソニー製の電源です。エプソン機は、ソニー製の、パーツも多めに使われていました。インテルのロゴが入っているのが CPU です。この頃はヒートシンクさえ必要ありませんでした。ハードディスクは、この頃のノート PC と共通なパック式でした。中身は 2.5 インチの IDE 式のハードディスクです。データのやり取りは、フロッピーでもできますが、まとめてラズベリーパイを、ハードディスク用に接続してGABAと持っていけます。ハードディスクパックの横に、エプソン機の特徴の動作中 CPU、クロック切り替えの、スイッチがあります。キーボードも PC98 配列です。このキーボードは、このパソコンより少し高機のモデルのものです。起動させます。パソコン通信で出回ったファイル管理ソフトや、ハードディスクを購入したらついてきたツールなど、当時触ってた方なら見覚えがあるものがあるかもしれません。CPU ベンチです。グラフィックのベンチです。下が標準的な PC98 の速度です。スイッチで速度切り替えしてみます。当時流行っていたベンチマークです。この頃に生まれたソフトも、いろいろあります。これは RPG スクールの初代です。パソコン通信を通じて、フリーソフトなんてのも、爆発的に増えました。中には、移植され市販されたものもありました。
同人ソフトなんてものも、たくさん出てきた時代です。